の女性歌手沖縄県石垣市出身、ビクターミュージックアーツ所属。旧芸名は、星美里。本名、玉木里美、旧姓、金く。夫は、パーカッション奏者で、チューブのサポートメンバーとして知られる、玉木正明。幼い頃から歌うのが好きで、将来は歌手になることを夢見ていた。小学校2年生、中学1年生まで父親の、 指導で特大歌詞カードを張り勘状の込め方などを毎日2時間練習していた。9歳の時に石垣ケーブルテレビ主催第1回ちびっこのドジマン大会で優勝したのを皮切りに全国各地の大会で賞を総なめにするようになった。1984年には素人名人会ちびっこ大会で優勝した。1986年 中学1年生の時に第10回長崎歌謡祭に出場し、史上最年少でグランプリを獲得。レコード会社からスカウトされて上京し、田辺エージェンシーに所属した。杉並区立阿佐ヶ谷中学校に転入し、その後堀越高等学校に入学した。1989年にポニーキャニオンから星見里の名で演歌歌手としてデビューし、 しほりを発売した。藤山一郎からは40年に一人出るか出ないかの歌手と称えられたがヒットには恵まれなかった。1993年には第3回 NHK 新人歌謡コンテストに出場しカップリング曲を予選で使い港宇城を決勝用に残す作戦に出たが予選で敗退した。 1996年に引退し、沖縄県那覇市の姉の元に移住した。姉の飲食店を手伝いながら歌っていると、彼女の歌を目当てに店に訪れる客も増えたという。1998年には、琉球放送のラジオ番組、岩ちゃんのビタミンラジオに、本名の金くりみの名前で、アシスタントとして出演した。1999年5月21日に、 夏川リミとしてデビューした。ポニーキャニオン時代のディレクター三井武雄が彼女のために音楽事務所を立ち上げ、東京に呼び寄せられ1999年に有売に揺れてで再デビューした。以後もしばらくはヒット曲に恵まれなかったが、2001年に発売した。なだ早々がじわじわとヒット、116週連続チャートインして一躍有名となった。 2002年には、第44回日本レコード大賞で、奈良早々が金賞を受賞し、第53回 NHK 紅白歌合戦にも、同曲で、初出場した。この時はこの曲の提供者である同郷のビギンも、同時に初出場を果たしており、石垣島では、島中に、出場おめでとうの横断幕がかけられて、大騒ぎになったという。紅白出場時には、 地元石垣市のミンサー織衣装を着用した。2003年には、小座美佐子のカバー曲、同心が、第45回日本レコード大賞金賞を受賞した。第54回 NHK 紅白歌合戦では、再び、なだ早々を歌った。2004年には、愛よ、愛よで、第46回日本レコード大賞、最優秀歌唱賞,賞を受賞。 第55回 NHK 紅白歌合戦では3旅、なだ早々を歌った。2005年には、愛知万博 NHK 関連番組で、心伝えがテーマ曲として使用された。テレビアニメ、ドラえもんの26年ぶりに変更された、オープニングテーマ曲、ハグしちゃを発表。10月には、オーロラ基金主催のベネフィットコンサートで、初の海外公演を行った。 第56回 NHK 紅白歌合戦では4年連続で、なだ早々を歌った。2005年8月6日、NHK 紅白歌合戦連続出場等の実績や沖縄ミニオー楽曲を歌唱し、石垣市のミンサー織衣装を着て登場するなど、石垣市を広くアピールしたことが認められ、石垣市市民栄誉賞を受賞した。2006年の映画、 なだ早々で、出演依頼があったが、私は、歌しかできないという理由で断った。2006年4月4日から9日にかけて、新宿コマ劇場で、初、公演、夏川リミカーニバル琉球の空と海と花とを、行った。第88回全国高等学校野球選手権、大会では、大会か、栄冠は君に輝くの歌唱者に選ばれた。思い出のメロディーでは、 好きな小吉のカバー曲、花すべての人の心に花を出、初の鳥を務めた。名古屋の放送局、中部日本放送の開局55周年、記念キャンペーンソング、未来を発売。同年10月18日には、アンドレア・ボチェリとのデュエットで歌った、ソモス・ノビオス・アイの夢がボチェリのアルバム、あなたに贈る愛の歌に収録された。10月24日には、 初の台湾公演を行った。第57回 NHK 紅白歌合戦では、花すべての人の心に花を歌った。2007年1月14日に所属事務所、三井エージェンシーとの所属契約満了をもって、フリーとなった。また、同年2月からは、ステージ活動休止。4月からは、すべての活動を停止した。4月から、所属レコード会社の、 系列会社 JVC エンタテインメント株式会社に移籍し、5月13日に大阪城ホールで行われた母の日に感謝のコンサートにサプライズゲストとして登場し、活動再開を宣言した。8月5日に世田谷区主催の世田谷区民祭りグランドフィナーレコンサートにおいて花を歌い終わると主催者側から突然、雷のため中止にしますとの要請が出た。 しかし夏川リミ本人の強い希望で、なだ早々を歌ったというエピソードがある。8月19日には、日本テレビ系、24時間テレビ、愛は地球を救うに出演し、なだ早々を歌唱。またこの年の5月に、不慮の死を遂げた、ザードの坂井泉の追悼コーナーにも登場し、チャリティーパーソナリティを務めていた。 黒木瞳らと共に、負けないでなどを熱唱した。12月25日、26日には2度目の台湾公演を行った。2008年5月24日、26日に、日本ベトナム外交関係樹立35周年、記念事業、日越友好派の違法地民音楽祭に参加。10月28日には、 中国上海国際芸術フェスティバル日本文化ウィークに参加しソロコンサートを開催した2009年1月1日にパーカッション奏者玉木正明と結婚した1月15日から18日にかけて台湾でソロコンサートを開催した2月5日にはミャンマーの旧首都にして最大都市アンゴンで開催されたイベント ジャパンミャンマープエドを2019に参加し、なだ早々をビルマゴと、日本語で歌った。5月16日には、ダザイフ天満宮天神広場特設ステージで、1000年、クスノキ若葉コンサートデビュー10周年記念、夏川リミと歌者たちを開催した。同年3月に開催された沖縄国際映画祭、出品作品、南の島のフリムンに、 謎の占い師役で映画初出演した。2010年8月20日、第一子となる男児を出産。この妊娠の事実は、同年1月18日にメディアに公表されていたが、切迫流産の危険があったという。2011年5月4日、出身地石垣市で、初の単独公演を行った。5月9日、具志堅陽光、ビギンと共に、 石垣市観光大使に任命された。5月14日、15日、18日に台湾公演を行い、東日本大震災に対する支援への感謝を述べた。東日本大震災の避難所等にて、異問活動を行った。12月31日、第62回 NHK 紅白歌合戦に出場し、秋川雅史と共に、明日という日がを歌った。手話を交えて歌い、 スカート部に、ミンサー柄が透けて見える衣装を着用した。2012年5月15日、国、県主催の沖縄復帰40周年記念式典、第2部記念レセプションのゲストライブステージで歌唱した。東日本大震災の仮設住宅にて異問を行った。東日本大震災への支援に感謝を示したいと、11月3日、台湾の台南成功大学、 11月4日、台中中高大学にてコンサートを行った。台南では、夏川の移行により、単身家庭を招待した。2013年6月8日、台湾の第24回伝統、芸術音、楽金曲賞にてゲストとして歌唱した。丸の内ビルのライブ、2014年2014年3月22日、全米桜祭り2014の、 オープニングセレモニーにて歌唱した。10月2日、第19回不在国際映画祭のオープニングセレモニーにて歌唱した。2015年11月22日、自宅で転倒して、左足首を骨折。全治6週間の重傷を負い、12月1日に出演予定だった NHK 海洋コンサートへの出演を取りやめた。2015年12月20日、 第9広島に第1部のゲストとして出演した。骨折のため車椅子に登場した状態で登場し、同心、佐藤キビ畑、灘早々、アメージンググレースを熱唱した。いずれの曲も、広島公共楽団がオケを務め、また、最後の曲では、第9広島合唱団が、コーラスで参加した。2019年9月14日、東京、葛飾。 シンフォニーヒルズで新アルバム発売記念20周年コンサートを行った。夏川の歌声には人を癒す力があると称えられる。夏川の伴奏を数多く務めた吉川忠秀は彼女の歌声をまさに南国の夜にきらめく大きな星のように強く優しく温かく僕の心をくすぐってゆくと表している。小沢美佐子のカバー曲同は 今や夏川のレパートリーとして定着し、大境にいいとの評判も呼んでいる。なだ早々を歌うようになったのは、沖縄サミットの関連イベントで同郷のビギンが、この曲を演奏しているのを、偶然テレビで見たことに橋を発する。この曲に魅了された夏川は、自分で歌いたいと思い、ビギンのライブに行った際に楽屋を訪ね、歌わせてほしいと申し出た。 改めて別の曲を作ってあげると、あなたの風を提供されたが、なだ早々を諦めきれなかった彼女はさらに懇願を続け、カバーへの同意を取り付けた。夏川はこの曲に出会って、すべてが変わったと語る。やっと自分らしさが分かって自信が出てきたという。なだ早々のヒットを最も喜んだのは幼い頃から歌の手ほどきをしてくれた父だった。 夏川自身は幼い頃はファンだった。中森明菜などのポップスを歌いたかったが、父に歌わされたのは、いつも演歌だった。いやいや歌っていたこともあった夏川だが、今は演歌で歌の基礎をしっかり教えてくれたからこそ、今どんな歌でも歌えると感謝していると語る。自ら参戦、リュミアを三番を演奏しながら歌うこともある。参戦は、 なだ早々から弾き始めた。同心では赤ん坊を抱く仕草をすることがある。ぐっち雄うに、人参しりしりという料理を教えたことがあると、ぐっち雄うが表した料理本に書かれている。唐揚げが大好きで普段バッグの中にも唐揚げを入れておくことも多くあり、それを移動中の車や電車の中で食べることも多々ある。シングルアルバム DVD 参加作品タイアップ。 ありがとうございます。